どうもこんにちは、ギター講師のヒデです。今回はですね、今までの過去の動画でですね、メジャーセブンスのコードフォームについてですね、5弦ルートのものと、あと6弦ルートのものの2種類のですね、コードのフォームを、コードの押さえ方を紹介したんですけども、今回はですね、それに続いてですね、4弦フォームっていうのを今回、紹介していきたいと思います。なので、復習として今までで紹介したものはですね、例えば6弦ルートの C メジャーセブンスでしたら、これが C メジャーセブンスのコードフォームになりますし、で、これが6弦フォームで、5弦ルートの C メジャーセブンスになりますと、これが5弦ルートの C メジャーセブンスになります。で、今回のですね、4弦のフォームなので、4弦の C のドレミファソラシドの CDEFGAB っていう風に英語でコードの場合は言うので、4弦上の、どの音ですね、 C の音はどこに当たるかって言いますと、4弦の10フレットがC の音になるので、これをですね、このコードルートを中心にした、メジャーセブンスのフォームをですね、2パターン紹介したいと思います。で、一般的なですね、C メジャーセブンスのフォームの押さえ方っていうのは、この、4本の指を全部使って、このフォームが一般的にはすごいですね、よく使う C メジャーセブンスの押さえ方なんですけども、今回はもう一つですね、若干あんまり使用頻度的にはですね、この一般的な C メジャーセブンスの4弦ルートのフォームと比べると、こちらの C メジャーセブンスのフォームはあまり使わないんですけども、ただ、トップノートのボイシングが変わることによってですね、少し変わった、印象の、同じ C メジャーセブンスなんですけども、コードの響きがですね、こちらのトップノートの場合は、メジャーセブンスの音が一番トップノートに乗ってるので、その音が一番こう印象的に残るんですけども、こちらの C メジャーセブンスの場合ですと、逆に3度の E の音が特徴的、一番強調されて、人間の耳には残るようになっているので、こちらのフォームをですね、2パターン、どうやって押さえているのかっていうのをですね、紹介したいと思います。で、まず一般的な C メジャーセブンスのこちらのフォームから押さえたいと思うんですけども、まずですね、ルートはですね、ちなみに5弦と6弦は全く音が鳴らないように、親指とかでこうミュート引っ掛けてミュートする感じにしてください。で、一般的な C メジャーセブンスのこちらのフォームの押さえ方はですね、まず小指で4弦の10フレットを押さえます。で、3弦の9フレットの音を薬指で押さえます。で、2弦の8フレットを中指で押さえます。で、最後に1弦の7フレットを人差し指で押さえます。なので、下から順番に行きますと、1弦の7フレットが人差し指で、2弦の8フレットが中指で、3弦の9フレットが薬指で、最後にルートの4弦の10フレットが小指で押さえてます。これが、一般的によく使う C メジャーセブンスの4弦ルートのコードフォームになります。なので、全部の指を均等に使うので、なかなか最初、ギター始めたばかりの頃の人だとちょっと押さえづらいコードフォームかと思うんですけども、で、今回もう一つ紹介するこちらの C メジャーセブンスに関しては、使う指はですね、2本しか、人差し指と、あと薬指しか使わないので、最初ギター始めたばかりの人でも、小指とか鍛えられてない状態でしたら、こちらの方が押さえやすいかなと思います。で、2つ目のパターンのこのコードフォームはどうやって押さえてるのかって言いますと、人差し指で4弦の10フレットを押さえます。で、あとは、3弦、2弦、1弦はすべて12フレットでして、これをすべて、薬指でですね、バレエコードで押さえてる感じです。で、中指と小指は全く押さえないので、人差し指と薬指だけで、C メジャーセブンスが弾けます。なの
でこっちのフォームの方がですね、まあ、バレーコードで、薬指を寝かしてしまえば、3弦2弦1弦の12フレットを同時に押さえてしまって、プラス人差し指で4弦の10フレットを押さえてしまえばシメジャーセブンスの響きになりますので、まあ、最初こっちのフォームが一般的なんですけども、まあ、最初ギター始めたばかりの人とか初心者とか、あと初級者の人とかでなかなかこう小指が使うのが難しいっていう場合にはこっちのフォームの方が、まあ、抑えやすいかなと思います。で、ルートCメジャーセブンスの場合なんですけども、まあ、ダイアトニックコードでですね、使えるメジャーセブンスが使えるところっていうのは、Cメジャーセブンスのところと、あとF メジャーセブンスのところで使えるので、なので、これですね、同じものをですね、F のメジャーセブンスでも抑えられるようにしてほしいと思うんですね。でもギターの場合は、コードのフォームをですね、単純にこのまま、F のところまで行ってしまえばこれで F メジャーセブンスになりますし、なので F メジャーセブンスの場合ですと、4弦の3フレットを、まあ、このフォームのまんま単純に平行移動するだけなので、4弦の3フレットを小指で、3弦の2フレットを、薬指で、2弦の1フレットを中指で、1弦のところは開放弦になりますので、なのでこれ小指で押さえなくても、この多分こっちの方が押さえやすいと思います。薬指、中指、人差し指で開放弦のこっちの方が押さえやすいと思います。で、これにさっきの4弦ルートの、今これCメジャーセブンスの4弦の10フレットのところをこのまま押さえてるんですけども、これをこのまんま、F がある4弦のところは、4弦の3フレットになりますので、そこの10フレットから3フレットのところまで移動すると、単純に F メジャーセブンスになります。なので、押さえてるところは、人差し指で4弦の3フレットで、あと3弦、2弦、1弦は5フレットを、すべてバレー、薬指でバレーコードしてます。なので、こういった、まあ、F メジャー、F メジャーセブンス、F メジャーセブン、F メジャーセブン、F メジャーセブン、C メジャーセブン、C メジャーセブンス、C メジャーセブンス、まあ、C メジャーセブンスっていう風に、まあ、2つのコードフォームを覚えておくとですね、まあ、ゆくゆく、まあ、バンドとかやる中でですね、まあ、バッキングとか考えるときに、まあ、ベースがいるバンドの場合だと、まあ、極論ですね、ルートの C の音はいらないし、っていうのもありますし、で、もっとテンションコードを使いたいっていう場合とかには、まあ、本当にルート音を抜いて、プラスして、まあ、9th ですとか、まあ、13th って音を足していった方がですね、より、まあ、おしゃれに、まあ、複雑な音楽とかも作れますので、まず基本的なところで今回は4弦ルートの、まあ、Cメジャーセブンスのと F メジャーセブンスの押さえ方を紹介させていただきました。今回も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。